ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、ジャパンストックチャンネル年内最後のゲスト、約1年11ヶ月ぶりチェンジ代表の福留さんにお越しいただきました。どうも。このチャンネルで言えばお久しぶりですね。そうですね、本当個人的にはよく会ってますけどそうですね、いや、はい、福留さんとは僕は今もうどうですかね、2ヶ月に1回ぐらい。そうですね、はいはい、前回、前々回、その前、勉強会とまあ、あの写真出てると思うんですけど、もう頻度高めで、はいはい、チャンネルはまさに1年10ヶ月11ヶ月ぶりにお越しいただいて、うちもですね、ちょうどチャンネル開設してちょうどまさに2年ぐらい経つ中で、今年、最後のゲスト誰にしようと、お、はい、累計で70名ぐらい行ったんですけど、はい、これはもうリピート企画で、福留さんしかないだろうと、ありがとうございますというところで、去年の、ジャパンストックチャンネル出ていた時の時価総額っていくらか、だいたいざっくり覚えてます？500億ぐらい。あ、まさに、まあ、約、650億前後だったんですけど、今本当今日現在で2800億ぐらいですかね、はい、なんですけど、あの一時その特に、4000億タッチした時もあって、はい、これはもう本当マーケット何が起こってんだっていう、本当にもうすごい注目と評価と、まあ、そういうのもあって、この2年ぶりにですね、今日はいろいろまた改めて聞いていこうというところで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回の第1話目の頭覚えてます？覚えてます。はい、御社の事業モデル、ビジネスモデルについて教えてください。あ、そうです、そうです、僕が聞いて、はい、で僕が答えたのが、まあ大体パターンが5から6ぐらいあるんですよねと、まあいや、もう本当にあったんですよねそれ事業セグメントって細かく見ると、うん、本当6パターンぐらいあって、それをいちいち説明するのも多分こう投資家にとってもめちゃくちゃ不親切だなと思って、はい、でざっくりまあ説明させてもらったんですけど、で今そこから、2年弱経って、チェンジは今何屋さんというところからいいですか？はい、はい、まあ、DX× 地域創生屋っていう感じですかね。地方創生ですね、ドメイン、はい、そうですね、はい、DX っていうのはもともとチェンジがやってきた、そうですよね、あの領域 で、うんうん、でやっぱりその連結で見た時 の、 その子会社トラストバンクの、うん、事業が非常に大きくなってきてるので、ちょうど資本参加過半取得された直後ぐらいでしたからね、あの時。そうなんですよ、はい、だから多分そのジャパンストックチャンネルに出演させていただいた時が、うんうんうん、M&A の直後で、それがまあようやくその形になってきつつあって、うん、DX と地方創生っていうところの掛け算のところに自分たちのビジネスを置いてるっていう、はははは、はい、っていうのが今の何屋さんっていうところの答えですかね。ははは、まあ、なるほど。これってまた2年後とかに、うん、キムさんに会って何屋さんですかって聞かれた時に、はいはい、またなんか多分違うこと言ってると思うんですよ。なるほどですね、はい、ソフトバンクの孫さんとか見てれば分かると思うんですけど、うん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 、次から次にビジネスモデル変えるというか、その事業の軸足を変化させていくじゃないですか。そうですね、そうですね。だからこれって僕はすごい大事なことだなと思っていて、事業ドメインだとか自分たちが何屋さんかっていうのは、うん、やっぱ環境の変化に応じて自分たちの志と環境のそのすり合わせで決まってくるって思ってるんですよね。なるほどなるほどなるほど。だからそこをちゃんとそのなんていうんですかね、定期的にこうきっちり定義していくっていうのは大事だと思っていて、さらに去年の1月の時のチェンジ社の事業ポートフォリオ並びに収益のバランスですかね、事業レベル、だいぶ変化してますね。例えばセグメント利益でいうと、うん、ニュー IT トランスフォーメーションが6億円で、うんうん、そのパブリテックって、まあ、地方創生のところですね、はいはいはい、あるいは自治体向けの、うん、IT サービスっていうところが42億なので、うんうん、まあそれぐらいの規模感の差がついてるっていうところですね、うん、とある時からやっぱりやりたいことは地方創生だって言ってたの僕覚えてて、はいはい、うん、そこをまさにトラストバンクでチェンジがやれることを、福留さんが、やりたいことを、あとまあ社会課題みたいなところが、うん、まあ、合致してきた感ありますよね。そうですね、地方って
結構なんていうんですかね、日本を支えてる、はいはいはい、すごく大事なこう要素だと思ってて、うんうんうん、僕らはまあ東京でこうやってご飯食べられるのも、はいはい、ある意味で地方のおかげだし、鹿児島で育ててもらって、まあ、東京で、うん、東京でこうなんていうんですかね、仕事をさせてもらってっていうのがあってですね、やっぱまあなんか地方をある程度盛り上げないと日本全体が盛り上がらないし、やっぱ地方をどう活性化させるかとか、まあ、あるいは持続可能にするかみたいなことってすごく大事だと思ってるんですよね、まあ、そこをやっぱデジタルと絡めて、どういうふうに地方創生をやっていくかっていうので、まあ、DX× 地方創生っていうのをまあ当面のその事業ドメインの 主軸に置こうと。なるほどなるほど。いうのがまあ今の状態ですね、はい、トラストバンク社をグループに迎える前のチェンジの領域でいうと、まさにその生産性を上げるみたいなところ、うんうん、IT を活用して、はい、まさに当時から DX で生産性を上げるってところだったんですけど、うん、そのトラストバンクという、いわゆるアセットといいますか、はい、彼らの、自治体とのネットワークとかも含めてより加速させてる感じですよね。チェンジはやっぱりもともとがコンサルティングファームなので人の育成をやったりだとか、はいはい、まあ、そんなビジネスを、うん、いわゆるやってきてるわけですけど、はいはい、やっぱトラストバンクってふるさとチョイスのようなプラットフォームビジネスですし、そうですね、はいはい、あるいはその今ちょうどやろうとしてるやってるそのロゴシリーズっていう、うん、まあ、SaaS のサービスですよね、うん、やっぱりそのビジネスモデルが全然違うんですよね。なるほどなるほど。一気にそのマーケットに対してインパクトを持たせようと思うと、やっぱプラットフォームビジネスだったりとか SaaS のビジネスにこうビジネスモデルをやっぱ転換していかないといけない、うん、なるほど。あるいは我々のそのビジネスモデルにこう付加していかないといけないっていうふうに思っていて、うんうんうん、まあ、そこにこうなんていうんですかね、ある意味での厚みができてきたっていうのはまあ良かったですね、この2年。あ、はい、はは。福留さん自身がいわゆるその世の中的に言われる M&A 後のいわゆる PMI、 もう実際トラストバンク社に入って一緒に事業を推進してこの2年間なんですよね。そうですね、はい、やっぱり経営陣もこう再構築してですね、経営体制も新しくして、うん、で私もそこの現場に入って、うん、それなりにそのビジネスモデルをちゃんと理解して、はい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 、で今後どういうふうにこの発展させていくかっていう、はいはい、まあ、経営的なその意思決定っていうのは、うん、まあ、一緒になってやっていって、うん、まあ、非常に今チームとしては、うん、良い状態かなとは思います。フラストチョイスのカバレッジってどのぐらいでしたか？自治体のカバレッジはですね、今約9割、だいたい1600の自治体ですね。今日本に1788、都道府県合わせてですね、はいはいはい、1788あるんですけど、そのうちの1600ぐらいが今カバーしている。逆に残りの1割何なんだっていう、はい、残りの1割もなんとかお客様にしたいなって、もうコンプリートしたいって思いますよ、はい、いわゆる僕ら世代でいうゲームで全クリですね。全クリです。全クリ、はい、ロゴチャットシリーズも、導入といいますか、そのサービスインして、短期間で約550自治体で、アカウントでいうと27万兆、はい、トラストバンクのすごい一つの強みっていうのは、うん、まさにその自治体のカバレッジが広いだけじゃなくて、その自治体とのリレーションがものすごい深いんですよね。なのでコミュニケーションを取ってそのどういうふうにそのこう自治体の業務の生産性を上げていけばいいかとか、うん、住民接点をデジタル化していけばいいかとか、うんうんうん、その町内 その業務、うんうん、紙とかハンコとか電話とか現金、うんうん、こういうアナログな 、はいはいはい、業務処理をデジタル化すればいいかみたいな話で、うん、僕らがこうある意味アウトサイダーとして、はいはいはい、そのこう外部から、うん、こんなんどうですかみたいな感じで、うん、こうそれでこう何ていうんですかね、プロダクトってブラッシュアップしていくのが普通ですけど、もうなんか一緒になって作ってる感覚なんですよ。なるほどなるほどなるほど。その製品 の用途、うん、どんな業務に適用するかみたいなことを、うんうんうん、やっぱお客さんがこうどんどんこう考えてくれて、うん、なるほどなるほど。で我々もそれに応えていってっていう、うまいことこう歯車がこう噛み合った開発の仕方っていうのができてるなと思いますね。なるほど。いわゆるプロダクトアウト型じゃなくて、うん、まさにそこのいる人たちのニーズに応える、はい、まあ、マーケットイン型みたいなところですよね、はいはい、僕ちょっと専門用語使いましたね今、うん、まあまあなかなか賢い感じで今ここにマーケットインとはみたいな、まあ、そうですね、はい、補足説明してくれてるかも、はい、次の回で聞きたいのが、はい、個人投資家説明会動画版ですね、はいはいはい、ちょっとここについても
触れていきたいと思いますので、なるほど、はい、第2話で引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。